あ、なんかすいません、なんか怒った今、申し訳ない。いいところだな、沖縄の海がよく見えるだろ。俺の一番好きな場所だ。こっからは海の声が聞こえるんだ。海の声が？ああ、わかるんだ。最近見かける変な渦のせいで海が怯えてるって。俺はこの海が大好きだ。だから俺の手で守りてんだ。どうして俺をここに？ん？ああ、まあ、なんかノリの悪そうな顔してたからよ。え？俺はへこんだ時、いつもここに来るんだ。沿道でいう鉄塔みたいな存在か。こうやって海を見ていたら、俺の悩みなんかちっぽけに見えて、なんか力が湧いてくる。そっか、ここは津波にとって稲妻町の鉄塔みたいなことなんだな。はい、来た。はい、来た。まあ、ともかくだ。へこんでたって何も変わんねえ。親父がさ、いつも言ってんだ。なんくるないさって。なんくるないさ？沖縄の言葉で、なんとかなるって意味だ。なんとかなる！どこぞのキャプテンか？一度っきりの人生だ。ビクビクしていたらもったいねえ。何度でもやってみないとな。なんくるないさーか。いいな、その考え方。お、誰？あ、ちなみにいいに、あのね、ちょっといいお話があるんだけど。おう、じゃあまた明日学校でな。ああ、サンキュー。何でもやってみろか。前に万有寺の監督からも言われたっけ。サッカーの中にも様々な可能性がある。ゴールキーパー以外にも可能性があるかもしれないって。亀山も立ち向かいもみんなすげえ成長してる。俺はずっと練習しているけど、無限ザハンドどころか正義の鉄拳も覚えられない。俺はこのままじゃキーパーとして全然ダメだ。じいちゃん、俺どうしたらいいんだ。うわ、お炎のボル今の遠藤の後ろ、前と後ろ見るスピード、人間のスピード超えてたぞ。人造人間か？なんだ？このシュート、この感覚、まさか、ゴエンジ、いるのか？この前の試合見ていたんだろ？俺たち強くなっただろ？なあ、ゴエンジ、また一緒にサッカーやろうぜ。いるはずないか。よし、今日はたっぷり特訓したし、そろそろキャラバンに戻るとするかな。でもこのボールは一体。今日も特訓終了。キャラバンに戻ろうということで、ゴンジ君のシュートを飛んできたね。これがあれかな、ゴンジ流医療術ってやつかな。ってことで今熱血が1000あんのか。まあまあまあいっか。ではキャラバン戻ろう。さあさあさあ、お、キノちゃんに話しかければいいのかな。エンド君、今日の特訓おしまいする。 OK、お疲れ様。ご飯の準備できてるよ。さあ行きましょう。